高槻型護衛艦、高槻型護衛艦、高槻型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。有力な防空、対戦戦能力を兼ね備えた多目的護衛艦、DDA として、第二次防衛力整備計画に基づき、昭和38から41年度で計4隻が建造された。ネームシップの建造単価は70.1億円であった。 これらは1967年から1970年に順次に収益し、八冠六機体制の護衛艦隊における最有力の護衛艦の一つとして活躍した。また続く八冠八機体制でも、汎用護衛艦の戦力が充実するまでその一翼を担うため、前期立て増艦二隻は大規模な近代化改修、フラムを受けた。その後、 1996年から2003年にかけて運用を終了し、除籍された。海上自衛隊の護衛艦 DD としては、まず警備隊時代の計画に基づいて貼る風型 28DD を建造した後、1954年5月14日に調印された日米艦艇対応協定に基づいて、アメリカ合衆国より、朝風型、クリーブス級駆逐艦や有明型、 フレッチャー級駆逐艦が対応された。その後、昭和30年代前半より国内建造が再開され、第一次防衛力整備計画にかけて対戦性能力を拡充する代わりに、方向兵器を妥協した対戦護衛艦 30DDK 綾波型、対戦兵器を若干減じて方向兵器を強化した対空護衛艦 31DDA 村染型。 域外調達、オスピーにより充実した対戦兵器と方向兵器を兼ね備えた空気型が建造された。これらの護衛艦は武器プラットフォームとしてはおおむね世界水準に達していたものの、搭載する兵器は軍事援助計画、マップに基づく供与に頼っており、第二次世界大戦直後の水準に止まっていた。その後、第二次防衛力整備計画の時期には、 アメリカ製の新世代兵器を導入できるメドが立ち、世界水準の兵器を搭載できる見込みとなった。二次防機関中には、日米艦艇隊を協定に基づく対応艦軍の退役が予定されており、更新艦を建造することになっていた。しかし当時の護衛艦隊は、主力の二個軍と旧式艦による一個軍の計三個森大軍しか有しておらず、特に第三護衛隊軍には、まだ、 艦隊駆逐艦からは、性能的に大きく劣る戦時急増護衛艦である、クス型 PF が残っているなど、兵力整備は依然途上の状況であり、限られた予算の枠内でも心臓護衛艦の数の確保が求められていた。このことから、限られた予算枠内において、心臓護衛艦の数を確保するため、バランスの取れた大型護衛艦、DDA と対戦戦能力は保持しつつ、 手機、方向兵器で妥協した対戦護衛艦 DDK を並行して建造することとなった。この DDA として建造されたのが本型である。予算上は、こう、通型警備艦とされ、初代村雨型と同様、艦視機号に飛行しきながら DDA を当てられることが通例だった。本型は、対戦に加えて、対空能力の強化を図っており、実際、 艦番号においては、防空艦任務を重視した秋月型、DD-161 から162及び、天津風、DDG-163 と連続しており、艦名も初代秋月型の月を踏襲している。また秋月型と同様に、機関機能も重視されており、対戦護衛艦、DDK などを率いて護衛隊軍の対戦作戦の中核となる。 共同艦としての役割も期待されていた。設計面では、先行して建造されたミサイル護衛艦、天津風 35DDG との類似点が多くなっている。基本計画番号は、深107。線型は 35DDG と、同様、2層の全通艦艦を有する車両、艦艦型とされた。なお、本型より、第2艦艦右舷側に、 監首から艦備まで全通する独立通路が設けられて、通路と居住区が分離され、居住性を向上させるとともにダメージコントロール時の動線が合理化されている。35DDG と同様の全艦空調方式が採用されたほか、海に一人当たりの居住面積は2.6平方メートルと、わずかとはいえ、35DDG よりもさらに拡大できた。 監視看板の母ースロケットランチャーを保護する必要からも全看板には強い視野が付されており監視看板の高さは3000トン9000としては異例の7メートルに達したがそれでも高月では青楼により母ースロケットランチャー課題の損傷が発生したことから後期建造2艦、長月持月ではさらに母ース前に防護用ブルワークを設け また、しのげなみ製工場のため、船体前半部にナックルを付して、艦首艦班の増幅を図った。艦首艦班には、蒸気の防放スロケットランチャーのほか、その後方に51番砲、74式、アスロックランチャーと充実した装備が搭載されたことから、環境構造物は、船体中央部に位置しており、このために流れるようなシアラインとなった。環境構造物は、 35DDG と同様に大型の戦闘式書 CIC や軍式書を収容する必要上3層構造とされた。またその後方には第1マックが設けられている。これは煙突とマストを一体化した構造で電子装備の増加に対応した施策であったが流麗な視野のラインと合わせて端正な艦姿を形作っている。本型で マック構造を採用するにあたり、海事では調査団を派遣し、リーヒ級ミサイル巡洋艦の現場調査を行っている。また、高月の運用実績を踏まえ、菊月以降では、全部マストを約2メートル増高するとともに第一マックを前後に約0.5メートル拡大するなどの改良が施された。搭載艇は DD の標準で、 7.9メートル内貨幣2隻と7メートルカッター1隻であった。内貨幣のうち1隻は中部甲板に横向きに固定されて、陽光はデッキクレーンを使用した。もう1隻の内貨幣は第2マックの原、カッターはその体側の左限に、それぞれ重力式ラビットに収容されて搭載された。指揮官の構成も、概ね 35DDG のものが踏襲されている。 主ボイラーは二動水管型、蒸気清浄は圧力、温度である。主蒸気タービンとしては三動の衝動型ないし、衝動反動型が採用されいるが、形式は各管で異なっている。出力はそれぞれであった。減速器はロックドトレーン歯車二段減速式が採用された。主発電機としては全機立て造管では、 出力8 0 0ットの蒸気タービン発電機を1機、出力4 0 0ットのディーゼル発電機を2機搭載した。高機立造館では、蒸気タービン発電機は1 0 0 0ット、ディーゼル発電機は5 0 0ットに、それぞれ出力強化されている。また非常発電機としては、4隻もに、出力2 0 0ットのディーゼル発電機を1機搭載した。本型は、 二次防で建造された二タイプの対戦護衛艦 DDK が搭載する二系列の対戦兵器を兼ね備えることによる有力な対戦火力とともに海上自衛隊で最有力の対空砲火力を具備している。センサーについてはあらゆる点で同世代二次防中の対戦護衛艦 DDK のものが踏襲されている。レーダーとしては対空用にはアメリカ製案。 s p s 四十二半を取った a p p ス十一耐水乗用には、アメリカ製アン、SPS-10 と同等の性能を備える、a p p ス十七が搭載された。電波探知装置、イザムとしては、高月は、従来通りの国産機であるノルア一を装備、したが、菊月、長月は、アメリカ製最新型のアン、w l r 一 c を輸入により装備し、また、 持ち月はノルア -1 改良型のノルア -5 を後日装備により搭載した。ソナーとしては、前機立て造艦2隻は、アメリカ製で低周波、大出力の案、SQS-23 を搭載したのに対し、後機立て造艦2隻は、これと同等の性能を備えた初の本格的、国産機である66式単身技 OX-3 を、監首装備式に搭載するほか、 全機建手造艦2隻は1970年の第1回特別修理の際に可変振動式の SQS-35 を後日装備した。また一番艦高月は1970年の第1回特別修理の際に戦術情報処理装置には -1 を後日装備し海上自衛隊のシステム艦の行使にもなった。これはアメリカ海軍が ガーシア級フリゲートのうち2隻に搭載した海軍戦術情報システム NTDS の対戦版試作型アスワスク c s アス W シップコマンドカントロールシステムに類似したものであり戦術データリンクにも武器完成機能にも対応しておらず他の艦には搭載されなかったが後に海上自衛隊で広く採用されるックシリーズの基礎なった 対戦兵器としては、中射程の71式ボフォースロケットランチャー、短射程の68式三元装を単魚雷、発射管ホスマイナス301に加えて、山雲型、37から 39DDK で採用された、長射程のアスロック、峰雲型、40から 42DDK で採用された、超長射程の QH-50 ダッシュ。 無人対戦攻撃ヘリコプターを搭載した。ダッシュは、無人航空機、UAV とはいえ護衛艦発の艦載機であり、アスロックをはるかに上回る、長距離の対戦火力として期待された。これに伴い、ダッシュ用の魚雷お及び燃料タンク、JP-5 を約15キロリットルも設けられた。しかし、アメリカ海軍では、事故が多発したために1969年、 昭和44年には運用中止となり、予備部品の供給途絶に伴って、海上自衛隊でも運用中止とされた。艦砲としては54口径1 2 7ト、mm、ル単装速射砲、MK425 インチ砲を2機搭載している。これは、当時、世界的にも最有力の療養砲であり、海上自衛隊ではもともと 35DDG での装備化が計画されていたものの、 予算上の理由で断念された経緯があり、本型で初めて装備化されることとなった。1.2番艦の搭載砲はアメリカ製の MK42MOD7 だったが、3.4番艦の搭載砲は日本成功所でライセンス生産した73式となった。放射撃式装置 GFCS としては山雲型と同様に、 アメリカ製の MK56 が搭載された。なお、MK56 は放射撃式のみでなく、アスロックの分離、着水点確認やダッシュの追尾に用いれることから、対戦戦時の防空対処の必要上、2機の搭載が必須とされた。また最終4番艦、長月 41DDA では、峰雲型の2番艦、夏雲 42DDK と同様、 国産の72式射撃式装置1型 AFCS-1A が搭載された。これらの5インチ砲はミサイル護衛艦のターターシステムを補佐して艦隊防空に当たることとされており、二次防の完結時点において海上自衛隊のミサイル護衛艦は一次防で取得したアマツカゼ 35DDG の一隻のみであったことから これらの対空砲火力は非常に重要な役割を担っていた。また、第二本帝国海軍時代も含めて全自動 FCS を搭載した戦闘艦は本型と山雲型が日本初のものであったことから、これによる水上射撃容量確率のための取り組みが求められた。このように本型は極めて有力な装備を施されていたが、ミサイル化の流れの中で陳腐化が目立ち始めた。 しかし、後続の新英護衛艦は建造費も高く、急速多数建造は困難だったことから、戦力維持のため、53中行で大規模な装備の近代化が計画された。これは新英の初雪型、52DD と、おおむね同等の対空、対水上、電子線の落とし、これを統合する、戦術情報処理装置を搭載するものであった。このは、 アメリカ海軍の艦隊再建近代化計画に倣って、フラムと呼称された。主な内容は、後部5インチ砲と、第2砲位版、ダッシュ関連設備、タカンやチューブデッキクレーン、7メートルカッターを撤去し、新たに、タンサムシステムにまた、シースパローアイビプドムズ GMLS-38、連装発射機及び射撃式用の FCS-2 から12、 ハープ運艦対艦ミサイル4連装発射塔2機、高性能 20mm 機関砲、CIWS1 機、1個5から5倍と、C 2戦術情報処理装置を装備すると、とも、アップス 11B を、同 C に更新、電波探知装置のノルア6への換装、MK36 スバックの搭載、SQR 18AVDS タスの搭載といったものであった。 また水中放射殺音を低減するための春マスカーを設置したほか、期間は心臓時の性能を取り戻すことを目標として大規模なオーバーホールを実施するなど8年程度の寒冷延長がなされた。当初計画では53中業で本型4席全艦を改装する予定だったが、期待ほど経費を圧縮できず、まず昭和56年度で2隻の改装予算を要求した。 同年度予算ではこのうち一隻、高月の武器関係費が認められ、戦隊関係費は翌57年度予算に盛り込まれた。また、昭和57年度予算では二隻目のフラム予算も認められたが、高月のフラム費用は161億円に上り、同年度で新規建造された57で、優別の建造費166億円に匹敵する。 巨額の費用を要することが問題視されて、3.4番艦のフラム改装は要求されず、次の56中行では、春名型護衛艦のフラム改装に移行した。なお、改装時に搭載されたシースパローアイビプドムズは、本型の除籍後も知らね型に再利用され、同型の退役まで健在であった。第4次防衛力整備計画では、 本型を発展させた3600トン型護衛艦の建造が予定されていた。これは、開示として初めて艦隊艦ミサイルを搭載して、護衛隊軍の水上打撃力強化策の中核として期待されており、本型より600トン大型ではあったが、最大速力等の基本性能は同一とされていた。装備面では、本型と同様に十四口径リメートル 単装速射砲、MK425 インチ砲を搭載するほか、新装備として、艦隊艦ミサイル一式及び90口径 35mm 連装機銃、L-92 機を搭載、戦術情報処理装置も装備される予定であった。また、脱出口径の有人ヘリコプターの搭載、運用のための格納庫も設けられる予定であった。当初計画では、 4次防で一石の建造が計画されており、昭和50年度の要求が予定されていた。しかし1973年の第4次中東戦争に伴う石油輸出国機構各国の原油価格値上げに端を、た々、第1次オイルショックによる物価高騰の直撃を受け、防衛予算の枠内で予定席数を達成することは不可能となった。これに伴い、 同型の建造は見送られた。同時期に予定されていた2500トン型、改め山雲型及び1500トン型、改築後型といった新型護衛艦の建造はすべて断念されており、当時世界の数勢となっていた対艦ミサイル棒、ASMD 能力の強化及びガスタービニエンジンの導入という懸案事項を積み残すこととなった。しかし皮肉にも、これらの美法作が中止となったことで、 ポスト4次棒での初雪型 52DD 建造を端所とする抜本的、体系的な施策が実現することになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。